フットボールファンの皆さんどうも。今回は J1 第21節コンサドーレ札幌対鹿島アントラーズについてを考えていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきます。この試合、コンサドーレ札幌の試合と言ってよかったんじゃないでしょうか。コンサドーレ札幌の方がうまく幅を使いながら相手を押し込みながら、でマイナスのクロスを中心にランニングを押し込みな、ランニングを、ところどころ入れながら、で、斜めのパスで、ウィングバックのところで1対1を作って、攻撃を仕掛けていっていました。じゃあなんでそれができて、鹿島アントラーズがうまく、攻撃も、守備も、うまくはまらなかったのかっていうことについてを少し考えていこうと思うんですけど、この試合、鹿島アントラーズがうまくいかなかったのは、ここの2トップ分けのスペースっていうのをまず一つ使われたことと、で、もう一個が、ワンツーだったり、降りてくる、この宮澤選手、駒井選手、田中選手、岡村選手、高峰選手の、ここのローテーションをうまく、抑えきれなかった。まあ、もう一個がピトゥカ選手だったり、樋口選手が、前に入ってくる、宮澤選手だったり駒井選手、まあ、選手が入れ替わり立ち替わりするので、視界内に入ってくる選手に、まあ、引っ張り出されて、ここのスペースっていうのを、その背後のスペースっていうのを一つワンツーだったり、外から斜めに入ってくる縦パスで使われてしまって、で、青木選手がとか、新野選手が、チャンネルランをした時に、まあ、斜めに展開されて、ウィングバックのところで、1対1の状態を作られてしまうっていうのが一つ、鹿島アントラーズがプレッシングがはまらなかった大きな要因になっているんじゃないかなと思いました。で、コンサドーレ札幌は、まあ何回も、まあ何試合か見たときに、毎回、ぐる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 人が入れ替わり立ち替わり、変わりながらビルドアップの土台を作っていくんですけど、基本的に、鹿島アントラーズじゃなくて、コンサドーレ札幌の、ビルドアップの土台っていうのは、3-2 の形と、2-3 の形と、3-1 の形。この3つが、基本的な、コンサドーレ札幌の土台の、ビルドアップの土台となっていると思います。で、ここの、駒井選手がここに降りてくれば田中選手が入っていくこともありますし、まあ、降りてきた時に、まあ誰かが、センターバックが誰かが一人、センターハーフの場所に入るっていうパターンと、ここの3枚で、を維持しながら、こういう形になるパターンっていうのと、あともう一つが、2-3 の形だと、まあ、こういう形、になるパターンっていうのがあって、で、これは基本的に、エベラウド選手、土井選手が横並びだったり、まあ2枚の形になった時は後ろが3枚。で、エベラウド選手が1枚の時は大体2枚になる形になっていました。で、これを行っていく中で、じゃあなんでここの、ここを使われてしまったかっていうと、基本的に、田中選手だったり、まあ、高峰選手だったり、まあ、もしくは駒井選手、宮澤選手、まあ、ここを持ち出した時に、まあ、誰がプレスに行くのかっていう形になるんですけど、基本的に、新野選手に対しては、海輝選手が割と背後で消す形になっていて、で、ピトゥカ選手が、駒井選手を見る形にはなっていたんですけど、そうするとやっぱりここに田中選手が出てきた時に、必ず、コンサドーレ札幌は、ここの常本選手、三沢選手の間を必ずと言ってもいいほど青木選手だったり、まあ、逆からだったら新野選手がここをランニングする、ここの門を抜け出すようなランニングを必ず行っていました。で、例えば青木選手がここにこういう風に走っていくと、やっぱ常本選手も三沢選手も、内側に絞るので、で、そうすると、ここの3人のビルドアップの土台を作っている最中に、金子選手だったり、菅選手はかなり高い位置を取るので、そうすると、ここから田中選手だったり、まあ、2トップの脇に入った選手から、こういう斜めのボールを、打ち込まれて、鹿島アントラーズはここのウィングバックのところで、ウィングバック対サイドバックっていう形に、持ち込まれることがかなり多くありました。で、さらに、
まあ、例えばここからここにボールを、送られた時に、青木選手が内側にいるので、やっぱ常本選手とここのウィングバック、菅選手の、距離っていうのは長くなった状態で、なおかつヘルプがない状態で、もう純粋な1対1を仕掛けなければ、1対1の対応しなければならない状態っていうのになっていました。で、これを行っていく中で、とにかく特に金子選手の場所が、コンサドーレ札幌からするとかなり優位に進めて、優位に立てていましたし、で、ここの奥深くまで取った時に、基本的に、全体を下げなければならない状態に、鹿島アントラーズはなるんですけど、そうすると何が起こるかっていうと、ここの仕掛けていく中で、新野選手だったり、小前選手が絡んでいく中で、まあ、もしくは田中選手が絡んでいく中で、かなり人数、クロスの人数を、コンサドーレ札幌はかけてくるので、そうすると、ここのマイナスのクロスっていうのはかなり多く、打ち込まれる。まあ、狙って多分打っていたんだと思うんですけど、コンサドーレ札幌は。で、ここのボックス内にかなり人数をかけることで、鹿島アントラーズもボックス内に、鹿島アントラーズにもボックス内に、人数をかけさせる状態っていうのをコンサドーレ札幌は作っておいて、マイナスのクロスから、まあ、ミドルシュートを何本か打っていこうっていう形を作っていました。で、これの狙いとして、ここのバイタルのケアに土井選手を、1枚下げさせたかったっていうのがあるんじゃないかなと思いました。で、これを行っていくと、例えば、まあ、仮に跳ね返されたとしても、鹿島アントラーズは一気に前に蹴った時に、エベラード選手に対して、岡村選手が対応していくんですけど、で、エベラード選手かなり体は強くて、身体的にも強いんですけど、多分背負ってプレーするっていうのがあまり得意じゃないんで、そこに対して岡村選手をガツンと当てていくことで、ボールを再び回収するっていうパターンを、コンサドーレ札幌は作っていましたし、で、なおかつ、エベラード選手が孤立した状態っていうのを作り出すことができていました。それは土井選手をここまで押し下げたこと、守備に戻らせたことっていうのが一つ大きな、エベラード選手が孤立する大きな要因になっていたんじゃないかなと思いました。だからここで、岡村選手とエベラード選手で、まあ、岡村選手はかなり対応が良くて、で、体も強くて、競り合いも強くて、エベラード選手に引けを取らない、対応をしていたので、ここで潰すこと、まあ、もしくは、スカンドボールに田中選手だったり、高峰選手、まあ、小前選手だったり、宮沢選手だったりが、まあ、回収していくことで、再び、攻撃を仕掛けていくよっていうふうな形を、コンサドーレ札幌は作り出すことができていました。まあ、このようにして、鹿島アントラーズはかなり押し込まれた状態っていうのを作られてしまい、で、なおかつ、土井選手も守備に割かなければならない状態になっていたので、エブラウド選手が孤立してしまうっていう状態を、鹿島アントラーズは作られてしまっていました。まあ、コンサドーレ札幌からすると、その状態をうまく、状況をうまく作り出すことができていました。で、この試合、エベラード選手と土井選手の2トップだったんですけど、やっぱり鈴木優真選手と上田綺世選手。まあ上田選手はもう移籍してしまうんですけど、やっぱ彼ら2人の収まりが異常だったんだなっていう風に、やっぱり感じる、どうしても感じてしまう、試合だったんじゃないかなと思いました。やっぱ、下から繋いでいくことっていうのをあまり行わずに、まあ、準備段階として、この2トップに向けて、まあ、特にこの試合はエベラード選手に向けて、ハイボールだったり、まあ、ミドルボールだったり、ロングボールだったりを打ち込んでいくんですけど、その中で、まあ、さっき言った岡村選手とエベラード選手っていうのは、岡村選手の方が多分、この試合はかなり、いい対応をして、潰しきれていましたし、で、なおかつ、ここの、攻撃の、はじめがうまく作ることができていなかったっていうのが一つ気になるところではありました。やっぱり、ここの、2枚がうまく動きながら、特に鈴木選手とかはサイドに流れることで、まあ、ここの3人に、うまく、スカンドボールを回収させるっていうのを行っていくんですけど、土井選手はどっちかっていうと、リンクマンとして、
ハイボールじゃなくて下のパスでリンクマンとして、プレーすることが多いので、やっぱ下がってボールを受けようとすることが、組み立てに入ってヘルプを行うことが多いので、そうするとやっぱりエベラード選手が割と孤立してしまう状態になってしまっていました。だからセカンドボールもうまく拾うことができませんでしたし、鹿島アントラーズは、まあ、少しこのエベラード選手とに対しての距離感っていうのが少し長くなってしまっていたのが、この試合うまくいかなかった大きな要因になっているんじゃないかなと思いました。まあ、そこの整理っていうのは多分これから必要ですし、鈴木優磨選手の存在感っていうのはやっぱり、まあ技術面でも、まあその組み立ての面でも、まあゴールの面でもそうですし、あとメンタル面でもやっぱり大きな影響を与えていたんだなっていうのはかなり感じる試合でした。まあコンサドーレ札幌からすると、勝ち点3を得れた試合だとは思いますし、鹿島アントラーズからすると、うまく勝ち点1を持ち帰ることができた試合だったんじゃないかなと思う、一戦でした。かなり、コンサドーレ札幌の、ワンツーでの、ライン間での入り方とか、まあ、ここの3人、まあ、セリアバックと2センターハーフの入れ替わり方だったりだとか、まあ、入れ替わる中で相手の視野内にわざと入ることで、段差を作って、で、コンビネーションで、まあこういう風に入っていくよっていうのもかなり面白い試合だったので、ぜひ皆さん見返してみてはいかがでしょうか。はい、本日もまた長々と喋らせていただきましたが、今回は、鹿島アントラーズとコンサドーレ札幌の、まあ鹿島アントラーズがうまく攻守において機能しなかった理由と、まあコンサドーレ札幌がどのようにして試合支配していたのかっていうことについてに触れさせていただきました。ぜひ皆さんもこの試合を見返してみてください。はい、本日の動画はこのあたりで終わろうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価もしてもらえると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。